ライダーカップライダーカップはゴルフのヨーロピアンツアーとアメリカツアーの代表選手による対抗戦として2年に一度行われている団体戦の大会である。主催はライダーカップヨーロッパと全米プロゴルフ協会。1927年イングランドの大富豪であったサムエル・ライダーが提唱したことから始まった。当初はアメリカ VS イギリスの対抗戦だった。 以後原則的には、西暦の期数年にヨーロッパとアメリカのホームアウェー方式で争われ、それぞれのツアーに所属する主力選手が出場した団体戦形式で行われる。2001年の大会は、アメリカ同時多発テロ事件の影響を受けて、開催中止となり、その翌年2002年に振り返って開催され、それ以後は多摩数年の実施となった。しかし2020年は、 新型コロナの大流行で2021年に振り返って開催予定。それ以後は、奇数年の実施となった。賞金が支給されないが、メンバーに選ばれたことだけでも大変な名誉を得ると言われる。各大会の試合方式の変異は、下記の通り。AAB インザイベントオブ、in A マッチエンディングイン、A 対ザ・チームフーラストオンザ、ライラーカップリテインズ・ザ・カップ、出展。 ありがとうございます。